はい、こんにちは。今回はですね、完璧じゃなきゃいけないっていう考え方から脱出する方法を話していこうと思います。例えばですね、この完璧主義っていうのはこう考えがちなんですね。本当に完璧になったらやろうと。で、この完璧にならないとやらないわけなんですよね。で、さらにあれもできていないし、これもできていないと、あれやこれやができてからじゃないとチャレンジしないと。例えばですね、そろそろ結婚したいなと思ってたりした場合ですね、結婚したいので婚活に行こうと。でもちょっと今自分はまだダイエットできてないし、料理の勉強とかもできてないし、洋服とかまだ揃ってないし、なので、ダイエットして、おしゃれな洋服買って、で、料理とかでも少し勉強して、それから婚活に行こうみたいな感じで、この ABC などが揃わないと、本当の目的にたどり着くところには行かないっていう感じなんですよね。で、あれもできてないし、これもできてないから、それがさらに完璧にできると分かってからチャレンジしたいと。本当に、その方法で自分が達成できるのかっていうのが、分かってからじゃないとですね、完璧じゃないとチャレンジしないというふうに考えがちなんですね。で、ちょっと完璧主義は疲れちゃうなと自分でなんとなく気がついた人もいるかもしれません。そういう方がこの動画を見てくれていると思うんですが、で、そういう人はきっとですね、インターネットで検索したりなんかして、完璧主義をやめる方法みたいなことを探して、書店に行ったり、したかもしれないですね。で、そうやって探すと、この世には完璧というものは、ありえないので、存在しないので、完璧主義はやめましょうみたいなことを書いてるわけですよね。で、もうそれは分かってますよと、完璧、この世に完璧はないので、それはやめたいですよと、でもやめられないんだというところだと思うんですよね。それでじゃあどうしたらいいかというところなんですけど、完璧に自分がすることで、実は自分がですね、得ているものがあるんですね。得ているものがある、得ている感情だったりしますね。で、それはこういう質問からわかると思います。完璧にすることであなたが得ているものは何ですかと。この答えが各自頭に浮かんでくると思います。で、そこで自分の感情が出てくるんですね。こういうことを得たいから完璧に自分はやろうとしてるんだと。で、その得たいものが、得たい感情が分かってくるとですね、じゃあそれをどう対処すればいいのかというふうな、方法が見えてくるんですが、で、これはですね、さすがに、コーチングを受けていただかないとですね、各自一人一人が答えが違いますので、ここで僕がポンと答えを言ってそれが全員に当てはまるかというとそうではありませんので、まあ、代表的に考えられる答えをちょっと取り扱ってみたいと思います。必ずしもあなたに当てはまるとは限らないです。例えばですね、失敗をしたくないっていう感情が働いている場合がありますね。失敗をしたくないから完璧じゃなきゃいけないと、というふうな感じでですね、失敗をしたくないっていうのが自分の本当の完璧主義である、理由だったりしますね、本質だったりしますね。で、そのじゃあ失敗をしたくないっていう感情が分かったとき、それをどう対処するかとかですね、いうのをコーチングの中でちょっとずつ紐解いていけたらと思います。ちなみに完璧主義であることで、得ているもの、そのおかげで自分が達成できていることというのもある場合があります。例えばですね、お店を経営している人とかは、自分が完璧であることで、お店をきちんと回さなきゃって思うことで、ね、それでお店のレベルが上がったりとかですね、接客のレベルが上がったりとかということもありますので、一概に悪いとも言えない場合があります。完璧主義のおかげで、達成できている面もありますので、そういった複雑にこう絡み合っている部分もありますので、各自でコーチングを受けて各自の感情を取り扱っていくのが一番よろしいかと思います。ということで、動画をご覧いただきありがとうございました。